いないようだけど。ゆかちゃんを遠ざけてるの。まだこの脚本を見せることにためらいを感じるの。ありがとう。そう言ってくれると何よりも自信になるけど、準備期間が短すぎる。背景は簡単なものにしてしまえばいいでしょうけど、肝心の俳優さんの方が。今からじゃ間に合うかどうか。元気がないの。私のせいよね、きっと。私に勇気が足りない。それじゃあ、よろしくね。
持っててね。そう、かぶって肩にかけて。で、これがコードフ。シールドはもうつないであるから。アンプのノブのメモリはこれぐらいっと。さあ、一回合わせてみるわよ。ワン、ツー、スリー、フォから。だから家を出たの。所在は知らせてるんだけどね。あとはそのままミコが好きな道を行ってくれれば。絶対あの子の方が向いてるし、旗で見ててもわかるもの。花が好きで、その花を生けることで何かを表現することができる。花の命を生かすことがあの子にならできるもん。ちょん切られた花は枯れるだけよ。実を結ぶこともなく、私にはできないの。
なーによ、呼び出しかけるなんて。お久しぶりです、お姉さま。出たな、父様の手先め。用事は分かってる。要件も分かってる。ミコ、答えも分かってるんでしょ？それに対する答えももう言ってある。お父様とお母様は弥生お姉様を次代の家元にと。私なんかより巫女の方が向いてるでしょ。私なんか正座20分で足しびれ切っちゃうもん。あたしは継ぐ気なんかないの。やりたいことがあるから。それよりもミコ、あなたがはっきりなさい。好きなんでしょ、華道が。お姉様、私にはできません。できるわ。あなたは私にはできないことができるの。早く気づいてね。じゃあね、お父様とお母様によろしく伝えてね。フリーズ？
それはそれとして、あんた覚えてなさいよ。よくもこんな騙し討ちのようなことしてくれたわね。裏切り者なのね。そうなのね。このお礼はたっぷりとさせてもらっちゃおうかな。
意味わかってる？多分ただの偶然だと思うけど、間違っちゃいないですよ。夏希様が私を遠ざけているような気がする。いくら考えてもその理由が見つからないの。組んで大々的に公演ができるのは今年で最後です。間違いなく来年からはどう頑張っても部員および予算などの縮小は避けられないでしょう。つもりは分かることとは違いますね。